つなぐ広島です。広島に投下された原子爆弾で死亡した人については、その正確な数は今でも分かっていません。これから紹介するのは、夏休み返上で学徒動員され、ほんの1日違いで生死を分けた生徒たちの76年です。爆心地から500メートル余り、平和公園の西側を流れる本川沿いにある慰霊碑。刻まれているのは、あの日学徒動員でここに集まり全滅した県立広島第二中学校1年生323人と教員4人の名前です。石踏み、広島二中1年生全滅の記録。競争率4倍の難関を乗り越え、名門校に入学したばかりの12歳の死に至る記録です。この日、慰霊碑を一人の男性が訪れていました。山本貞夫さん、90歳。被爆したのは2年生の時です。担任の先生が、結論は川だと。いや、川に飛び込めと言われたらしいですね。本当その時の心境は、思ったら本当胸が痛みますよ。8月6日、山本さんたち2年生は、広島駅の北側にあった東練兵場で草むしりをしていました。東練兵場ね、見た爆発後の姿、火炎ですわね。爆発してから10秒間ぐらいは気絶しとったと見えてね、気がついて立ち上がった時見たのこれなの。爆心地からおよそ2キロ、顔をやけどしたものの危うく難を逃れます。しかし前日の5日、爆心直下の本川沿いで作業していたのは2年生。6日もその予定でしたが、前日の夕方、急遽1年生と入れ替わることになりました。それがなければ、山本さんら2年生は全滅していたはずです。前の日はすぐここに私いたんです。1日違ってるとここで死んでるんですよ。だからみんな2年生はね、なんか1年生が身代わりになったようなことを言う人もおる。それからやっぱりなんとなくね、この心いつまでもいつまで引っかかってるんだよね。はじめまして、すいません、広島テレビの大井と申します。そして同じように練兵場で被爆したもう一人の2年生小畑正三さん、90歳です。バッと光った時はちょうどほっぺたをバチンと叩かれた痛い熱い感じがありますね。そういう感じで、こちらが光を受けた、やけどやけど。顔や手にやけどをした小畑さんは、自宅がある今の西区草津にかろうじて帰宅。しかし気がかりなことがありました。それは1年生で友人の古仙弘之君のことです。明るい遊ぶのも一緒みたいな近所の子ですね。前日急遽変わった作業場所、広島二中の1年生はここで線香に焼かれました。古仙君が見た原爆炸裂の瞬間、石踏みに刻銘に記されています。突然大きな音と一緒に辺りが白い煙でいっぱいになり、近くの建物が壊れて木やレンガが飛んできて、みんなその中に渦まった。古仙一方さん、広島二中の弘之君の弟で、当時は世羅郡に疎開していました。母親から兄の最後の様子を聞いたのは終戦後でした。横川から鉄橋を渡って、そして西側へ帰って、ずっと歩いて鯉まで帰ったんです。
馬車が来たんで連れて帰ってもらおうお願いをした。そして帰宅した小仙君、道中での話を寝る間も惜しんで話し続けました。私が直接聞いた母親の言葉ですが、幸せだったよって、親子で一晩中話をして。しかし翌日、容体はかなり危険な状態に陥っていました。小畑さんも見舞いに訪れます。魚市場の魚の荷揚げ場みたいに血が流れる、液が流れるみたいなのが、これ全身だから触られもしない。お母さんがそばへ突き取って、うちらで灰を払う。言葉も交わすことなく帰ろうとした時、大きな声が聞こえました。靴を履いて出るちょっと前に、さよならって大きな声で小仙君が。そして間もなく小仙君は息を引き取ります。90歳になった小畑さんは、あの日の記憶を後世に託したいと考えています。しかし立ちはだかるのは容赦のない老いです。後世に残すというのは大きな感情でやらないといけないと思うけども、そこまでは続くかどうかわからないですね。そして同じように2年生で被爆した山本さん、10年前から証言してきました。1年生はですね、まさにもう信じられないような、高熱の衝撃波をですね、頭の上から浴びたという結果になったんですね。アメリカの首都ワシントンでも証言、自らの体験だけでなく1日違いで全滅した1年生についても語りました。山本さんは命の限り語り続ける覚悟です。亡くなったことは決して忘れてはいけない。その辛いことは生き残っている親の使命だと思いますよ、ほんの1日の違いが生死を分けた広島二中の1年生と2年生生き残った2年生が全滅した1年生を忘れることはありません。